皆さんこんにちは。今回の動画は岡山県和気町にある日本一の藤棚を紹介します。和気町の藤公園は吉井川の支流の日笠川の川沿いにあります。今回は4月中旬で2分咲き程度ですが、海外の富士などが見ることができました。中国は桂林市の貴重な富士を見ることができました。和気神社は和気の清麿の発祥の地でもあります。和気の清麿は天平法治8年西暦764年にこの地で生まれたそうです。それでは、まだほとんど咲いていない和気の富士の枝をご覧ください。満開の時はここは富士のアーチになるんでしょうね。休憩する場所などもあるみたいですね。以前は食事処もあったそうですが、コロナの関係で今は食事などはできないようです。この辺りは少し咲いていますね。ここは長野県の伊那市の富士が見れるみたいですね。しかし、まだ枝しか見れませんね。ここは石川県柳田村の白花富士が見れるんですね。ここも咲き始めですね。こちらは長崎県佐世保市の西光寺の野田富士ですね。こちらもこれからが楽しみですね。ここは中国桂林市の七星公園の藤ですね。これで5分咲きくらいですね。
こちらは西安と北京の富士ですね。中国の富士は日本の富士よりも早く咲くようですね。満開の富士が見てみたいですね。次回の動画でお会いしましょう。そらくん、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。